コーチェラ、いよいよラインナップ。80sすごいね、勢いね。で、日本人 K-POP 勢はというと、80sとルセラフィム、おめでとうございますということで、すごいと思いますよ、K-POP 勢で。YOASOBIさんの活躍が去年から今年すごい。で、初音ミックも出るらしいです。激アツ、ララデルレイ、ドージャキャット、タイラー・ザ・クリエイターです。ここ前、去年はコーチェラで、レフトライトが流れたよね。88 Rising Futures 枠でエクシー出ないかしら。Hi guys, welcome back to my channel, コニーです。隣でビデオエーター、モーションデザイナー、シルクリエイター、コニーです。ということで、今日はですね、コーチェラ、いよいよラインナップ、4月開催なんですけども、今年のコーチェラ、ラインナップ、出ましたということで、日本人勢、K-POP 勢が発表になったんですけど、こちらについてお話をしていきたい。Twitter の方でつぶやいたんですけど、めちゃくちゃですね、HITCLA、ニューヨーク追ってきた方わかると思うんですけど、YOASOBIさん、こちらですね、新しい学校のリーダーズが出たということで、まあ、あっちの動画で、チャンネルではね、XG さん追ってるんですけれども、すっごい出れそうなラインナップだったので、すごく悔しいってところと、そこら辺についても話していきたいんですけども、もちろん K-POP 勢、ルセラフィム、80sさん、出演決定ということで、両グループとも好きです。80sかなりアメリカでもう爆発的ヒットになってて、ビルボードのアルバムランキングでね、グローバルの方で1位取ったりとかして、まあ、ストレイキッズさんと並ぶ感じで結構ボーイズグループでは今来てるかなという印象です。まあ、もちろん TXT とかセブンティーンとかセブチとかもすごいんですけどというところで、まあ、女性グループ K-POP では、初めてですね、ルセラフィム初登場ということで、今回こちらのステージに立つそうです。でですね、ラインナップを見ていきたいんですけれども、80sとルセラで、まあ、88 Rising っていうのが出てるんですけど、そちらも話していきたい。で、まず K-POP 勢に関しては、こちら、The Rose っていうバンド、ボーイズバンドですね。4人組のボーイズバンド。こちらも K-POP 枠な感じで、でこの子たちはビルボード200で83位に上がったことがあるということで、K-POP 勢は、まあ、3枠ですね、入ってて、80sは KQ エンターテイメント。割と中小の事務所からっていう感じ。で、ハイブからルセラフィムということで、ルセラフィム出演。パーフェクトナイトが、韓国のメロンチャートでも30日以上1位チャートインみたいな形で初めての英語曲を出したルセラフィムなんですけども、アメリカの結構インフルエンサーさんとか使ってプロモーションのショート動画とか作ってるのを拝見しましたけど、結構アメリカ市場で売っていきたいような姿勢は見えますし、まあ宮脇さくらちゃんアイズワン時代から追ってますので、すごく嬉しいです。初めて出れるということで。で、こちらがラインナップでございます。見ていきたいと思います。で、ヘッドライナーについて先に言わせてください。皆さんは。洋楽好きな方はね、激アツ、ララデルレイ、ドージャキャット、タイラー・ザ・クリエイターですね。が、こちらのヘッドライナーとして確定しましたと。こちら、ランデル・レイさんですね。まあ、結構アメリカ人の友達いるんですけど、好きな人多いね。Z 世代よりちょっと上の感じかな ?Z 世代上。20、30代のファン多いのかな?それ以上の、そう、40代の、あ、50代のイタリア人の友達も好きって言ってたぐらいなんで、まあ、それはあれとして。で、ドージャキャット。もう今年、ドージャキャットの年でしたね。去年か。すごかった。で、あ、タイラーさんね。タイラーさんですね。はい。タイラーと、タイラっていう女性のね、ウォーターっていう曲でヒットした方もいます。で、80sが、こちらですね。80sは to perform, あ、こちら、こちらはということで。80sすごいね、勢いね。ストレイキッズに勝る勢いです。ストレイキッズをなぜ、とか、ニュージーンズ今回なぜ呼ばれなかったのかなとは疑問に思ってるんですけど、そう、ビルボードの、アメリカのビルボードのね、ランキング的に K-POP 勢だったらストレイキッズ、TXT、ニュージーンズら辺を呼ぶかなと思ってたんですけど、そうそうそう。で、初音ミックも出るらしいですね。だったら、XG とかも、呼べるんじゃねとかも思ったんですけど、こちら見ていきたいと思います。で、まあ、4月なんですけれども、こちら一度は行ってみたいと思っております。私、ララデルレイさんですね、ヘッドライナー。で、ここに、XG と、ガールギャングの時に、ツイッターの、ランバイツイッターの、ビルボードのホットトレンディングかな、ソングで、この、ウジくんですね。このウジくん。2位か全部この方だったと思うんですけど、覚えてる方、そのラッパーさんですね。めちゃくちゃかっこいい。これ。で、80sさんが一番上のラインナップに入ってる形です。めちゃくちゃかっこいいですね。最近カムバックしまして、Crazy Form っていう、ミッチンフォームっていう曲でカムバックしましたけれども、アメリカで結構来てる感じで、なんか XG の男性版って言ってもいいような感じで、先に海外で売れてるっていう感じで、逆輸入で韓国でもまあ売れて、
ってきているという感じの印象を受けてます、私は。そう。結構、ストレイキッズとかゴリゴリの楽曲好きな人は、エイティーズさん好きだよねってところだと思います。ここら辺見ていきますね。トゥン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 ということで、タイラーが出てますね。ウォーラーで有名になった方。で、夜遊びがここに入ってきますと。で、アイドルをおそらく歌うんであろうと、夜にかけるとか。まあ、英語版もさ、出してるので、もしかしたら英語版の披露もあるかもしれないんですけども、まあ、向こうの人たちは普通に日本語の曲聴きたいのかなと思います。The Japanese House とかもありますね。これは日本人ではないんですけども、バンドですね。とかいう感じで入ってきます。で、まあ、ヘッドラインっていう形では、タイラーのクリエイターなんだけど、ブラーとかですね、サマソニとか、私行った去年のサマソニ出てましたね。で、アイススパイスさん、はーい。ココナちゃんに声がそっくりなんですけど、モーマルアッパーさん、新人ラッパーさんですね。あの、グラミーノミネートされております。新人賞ノミネートされてる方でございます。ここら辺、トゥトゥトゥといって、ルセラピムがここに入って、結構、ほんと、大文字な感じなので、一番上のラインに乗ってくるってことは結構、ルセラピム、すごいなと思います。まあね、K-POP 勢限られた2枠の中に入ってくるということで、ここら辺見ていきますけども。こういう感じですね。皆様ご存知のフローとか入ってますね。ドラムス。スクリーム。なるほど、なるほど。まあ、かなり、US のアーティストがメインになってはくるんですが、で、ドージャキャットここに入ってきて、っていうところになってきますね。で、一番上のラインとか、J ボーディンとか、ここら辺とる。はいはい、DJ スネークとかいるんですね。The Rose ですね。これは韓国のグループです。で、気になるのが、まあ、88 Rising Futures ということで、HITC の運営会社ですね。88 Rising。ここに XG もしくは、もしかしたらと思ったんですけど、個人的には普通に名前出して出る出演がいいかな。XG って書いてあって出演が一番個人的には理想の形かなと思って。今年はね、まあ、惜しくも叶わなかったです。XG ちゃんと。けど普通に出れそうなんです。YOASOBIと、これですね、新しい学校ここにいます。YOASOBIと新しい学校、日本人勢で出てます。あと初音ミクですね。YOASOBI、新しい学校、初音ミク。ここに、HITC 出た XG がなぜ出れないのかというちょっとあの不満、個人的に不満はあるんですけれども、まあ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 、来年あたりはちょっとこの一番上のラインにね、ヘッドラインはもちろん無理だけど、一番上のラインにルセラフィムとエイティーズね、エイティーズとルセラフィムのこのフォントの大きさぐらい、一番上のラインで乗って、一行目で乗ってほしいなと思っておりますけれども、すごいよね。で、and no doubt って書いてあって、もしかしたら追加で発表がある可能性もあるので、まだね、他に推しのグループたくさんいると思うんですけど、希望は捨てないでいただきたいですね。改めて振り返ると、ヘッドライン、ラナデルレイ、タイラー、ドージャキャット。ここはもちろんわかる。で、なんか、アリアナグランテとか、ニキメナージュとかそこら辺もね、ちょっと個人的には出てほしかったなと思ってます。ドレイクとかね、ワンチャン出てほしかったなと思ってるんですけど、まあ、もう、文句なしの大物スターですよ、3名。で、日本人 K-POP 勢はというと、80s、YOASOBI。YOASOBIさんの活躍が去年から今年すごいね、アメリカ史上すごい。K-POP で一番、去年聴かれた曲、アイドルですからね。ビルボードのグローブランキングでも、かなりすごい、トップにランクインしてた。で、ルセラフィムですね。で、初音ミクはここに書いてあったんですね。ルセラフィムさんすごいよね。宮脇桜ちゃんとカズハちゃんっていう日本人二人いるんですけど、で、アメリカ人のユンジンがいて、韓国人が二人いるんですよね。ウンチェちゃんとチェオンちゃんだけ。計5人なんですけれども、まあ、結構多国籍なグループですよね。だから半分以上が外国籍なので、日本人二人、アメリカ人一人。で、残り韓国人とかです。5名中3名外国籍なので、結構グローバルなんですよね。内訳を見ての国籍も。で、事務所もハイブですし、すごいなと思って。まあ、英語曲を今回出して超ヒットしたんです。パーフェクトナイトが。だから今後結構英語曲がもしかしたら増えてくる可能性もあるし、デジタルシングルで出てくる可能性もあるので、そういう意味では、なんかちょっと XG ちゃんとルセラフィムちゃんね、もちろん日本人のメンバーがいるルセラフィムと全員、日本人の XG。ちょっとアメリカでのこの活躍目覚ましいなというところで楽しみですけど、両グループ追っていきたいと思っておる所存でございます。で、初音ミクが出るのがちょっと面白い、と思った。まあね、で、一番下のドージャキャットのヘッドラインを務めるこのステージで、これもステージ別で分かれてるんだよね、3つね。あ、日付別かな ?12 日と19日、4月ですね。13日、20日、14日、21日ということで、まあ2週に分かれてっていう感じだと思うんですけど、週末でね。まあサマソニとかと同じかな。サマソニはまあ1週間です。2日間ですけど。で、ドージャキャットが
いるステージで新しい学校と、88 Rising Futures ですね。88 Rising は、なんかアジア人の日系の確か方、日系のアメリカ人の方がやってて、あ、てかビクトリア・モネちゃんとかも出るんだ。激アツですね。で、やってる方は日系アメリカ人の方がやってる会社さんで、だから HITC もアジアにルーツを持つアーティストさんを基本的にフィーチャーするっていう感じで、HITC ニューヨーク LA では XC が出てたんですよ。で、夜遊びさん、新しい学校も呼ばれる。で、新しい学校は確かレーベルがね、88 Rising が関わってるみたいなので、そこら出演は納得なんですけども。もしかしたら XC のレーベルとかも関係してるのかな ?AVEX が入ってたりとかして、どちらかというと88 Rising 所属のアーティストの方が出やすいみたいなところかなとは思いますし、まあ今年の、去年のか。まあ海外で売れたアーティストっていう分でビルボードのランキングとか、まあオファーを入れて OK するか否かみたいなところもあると思うんですけど、こちらのね、オファーがもし XC 来たら確実にこちらを優先するし、こちらを断ることはないと思うんで、まあ、今回残念ながらオファーがなかったっていう可能性は大きいよね。で、もし88 Rising Futures に出るのであればそれはすごいし、で、去年だよね、ジャクソン1が出たステージで、XC のレフトライトが流れたんだよね、シアラさんとのコラボステージで。もうすでにちょっとフィジカルではないけど、デジタルで出演してるんです、すでに。だから次出るとしたら、こういうちょっと、こういうやつじゃなくて、88 Rising Futures とかじゃなくて、ちゃんと名前が乗る形で、ヘッドラインも目指してほしいし、まあ、こちらだけじゃなくて、ビルボードホット100に乗りたいと思ってるし、グラインを取りたいって言ってね。あと、スーパーボールハーフタイムショー。まあ、とりあえず先にこちらだと思う。順序的には。やるなら。成し遂げていくなら。順番的には。なので、まあ、そうだよね。ブラックピンクとかエスパとか、キャリーパメパメとか、まあ、出たことありますけども、こちら。まあ、そういう、まあ、ブラックピンクとかを見ると、ちょっと、レベル感はね、海外での活躍的には、ブラックピンク、女性、ヨジャグループだともうズバ抜けてるけど、フォロワー数とか楽曲とか、もうファンのベースとか、アメリカでもそうですし、もうズバ抜けてるし、で、まあ、ブラックピンクが先駆け的な感じで出たよね。で、まあ、エスパもそれに続く感じで。日本人だと、キャリーパミパミちゃんが、最盛期に、こちら出てましたけど、全然出れると思うし、HITC、ニューヨーク行った方が本当に、XC のステージだけめっちゃ混んでたって言ってた方いて、そうそうそう、ショーケースだった方なんですけど、そんくらい、ニューヨークでもそうだし、アメリカでも注目度高いと思うし、あれなんですよ、ストリーミングもすごいいろんな世界各地に分散されてって、そうそうそう、なんか 20%、30%、50% とか、ちょっと内訳を忘れたんですけど、日本だけじゃなくて、全世界的にストリーミングされてるのし、すごいから、まあアメリカだけじゃなくてね、他の国で南米とかでも人気だし、アジアでも人気だしってところで、まあアメリカに絞る必要はないと思ってます、グローバルグループなんで。でも出てほしいよね。来年はね、多分っていうか確実に、違うグループも出てきちゃったけど、確実に出てくると思います。ちょっとね、K-POP 勢に先にやられたなって感じ、ルセラフィムにちょっと先にやられたなって感じはするんですけど、でさすがだよね。楽しみにしております、ATs。個人的に、ニュージーンズ、ストレイキッズ呼んどけばいいのに、呼べばいいのにな、とかも思っておりましたけども、改めて。まあ、ドージャキャットさん、ペイントタウンレッドかな。めっちゃ流行りましたけども。アゴラヒルズとか、ヒット曲今年、去年満載でしたね。ビルボード、ホット100、ドージャキャットも同時に何曲か入ってたり。もちろんテイラーが去年はもう、すごい形で、クルエルサマーがなんか、いきなりまた入ってきて、トレンド入りして、ホット100入ってきてみたいな。テイラーもすごかったし、ドージャもすごかったし。まあ、後半ですね、ニキ・ミナージュのピンク・フライデー2のアルバムが発売されて、もうすごい、盛り上がってましたけれども。で、初音ミクが出るということで、どういう感じ?ちょっとデジタルステージになる感じなのかなと思って、ステージの演出とかね、映像とかも注目かなと思います。YOASOBI もさ、すごいよなと思って、ルセラフィンもそうなんだけど、YOASOBI さんも改めてすごいなと思います。どんなステージになるのか、もちろんアイドルをやる、夜にかけるとか歌うのかなとか思って。で、80sに関して言うと、めっちゃかっこいいです、MV も。ストレイキッズステイってファンダムネーム言うんですけど、もうファンダムが結婚してるっていうミームがあるぐらい、ステイにアマリドっていうミームがあって面白いなと思ったら、もうそんくらいなんかね、80好きな方はストレイキッズ好きな方は80好きっていうぐらい、ゴリゴリでかっこいい。ダンスのこれも面白いし、楽曲もね、ちょっとインタレスティング。うん。ちょっとスキズに似てる感はあるし、独自の路線を行ってる。なんか海賊コンセプトでね、ずっと貫いてるところがすごく好きなんですけど。改めてヘッドライン、この3人ですね。タイラさんかっこいいよね。もうファッションとか好きなんですけど、この方の。んで、まあ、ドージャとラナデルレイですね。このラナさんが作り出す独特の世界観、ちょっと、日本で
優椎名林檎さんみたいな、もう独特の雰囲気、セクシーでミステリアスで色っぽくて、楽曲も好きな人は本当好きだよねってところで、アメリカでも絶対的な支持を誇っております。でそれに続かれるセラフィムか、すごいね、今年は豪華なことになってきましたけれども、いやーちょっとまあ残念ではあるけれども、来年だね。なんか BTS とかまあブラックピンクが先駆けになって、アメリカで結構 K-POP が最近ね聞かれるようになってきましたけれども、 K-POP でも快挙ですね。ルセラと 80s はね、まあ、日本から日本遊び同じような感じですね。まあアーティズ 80s が7番目に配れているということで、13曲あるんだね、7番目すごいよね。でこちらは2回公演があるんだけど、去年の方は10曲から12曲ということで、10曲もやるんだね、こちら。かなりロングだね、尺がね。んで、まあ、こちら出てますけれども、すごいね。新しい学校のリーダーズも今年大活躍でしたね。で、こちらでバチバチのルセラフィム見れるなんて、マジ楽しみやん、ということで。ルセラフィムなんか、アンフォーギブンの衣装とかすごいこちらに合ってるよね。ちょっとカウボーイ、カウガールみたいなコンセプトで合ってるんじゃないかなと思いますけど。こちら、まあね、ブラックピンクのステージがもう伝説でしたね、というところはあるんですけれども。はい。初音ミク、夜遊び、新しい学校、ここら辺ですね。すごい。米こちらの舞台に上がる K-POP ボーイズグループ初ということで。あ、そうなんですね。80sさんが初めての K-POP ボーイズグループでこちらということで。これはもう、あれだね。なんならセブッチストリーキッズより先に出ちゃうっていうことで、80sがすごいんだ、勢いが。これはすごいぞ、ってところですね。はい。あとね、こちら XG ってちょっと検索をして、みんなどう思ってるのかっての、グローバルアルファズの意見を聞いていきたいと思います。まあ、ヨアンサビが出たら、次のこちら日本人枠は、HITCLA 出た XG で決まり。そうね。次、来年こそだね。で、まあ、ここで88 Rising が何なのってところで、Futures 何なのってところで、これ XG 出るのみたいな、ちょっと疑問を疑ってるっていうか、期待している方々が多いような感じですね。で、これか。Jackson Wang reacted to XG Gyok's Cypher video of their rapping going off and he was impressed. なるほどね。で、まあ、去年、まあ、こちらで、レフトライトが流れたよね。Jackson Wang のステージでちょっとこれ言ってると思うんですけど、さすがに今年出るかなと思ったんですけど、ダメでした。で、こちらのラインナップ真っ先に XG 探した。88 Rising Futures 枠で XG 出ないかしら。あるかもしれない。Jackson Wang が出てきて、そこに XG 出てきて、レフトライトをコラボでやる可能性あると思う。大いにあると思う。XG will, こちらここに set to listen to my delusions. なるほど。There are lots of ideas, dance, choreographies, and creativity that start with delusion. I think delusions will change world. まあ、いつか出れるでしょうっていう感じで言ってますね。Will be なので、いつか出れるでしょうって感じですね。まあ、これは私のツイート出てきて、で、さっきの方で AT2 ルセラアムレットということで、まあ、88 Rising でちょっと期待はしていてもいいんじゃないかなと思います。で、小さなバケットリストにはこちらハーフタイムショーが入っているのかなということで、まあ、ハーフタイムショーは、あれですね、スーパーボール、アメフトの、アメリカのアメフトの、去年はあれでした。リアーナが務めてめちゃくちゃ、お腹にベイビーがいる時なんですけど、リアーナのステージめちゃくちゃかっこよかったので見てほしいです。でも、ノーダウトなんでね、ちょっとワンチャンあるかもしれない。はい。で、80s ルセラフィム新しい学校、confirmed as, まあ、こちらですね、確定されましたっていう感じで。まあ、なんか、rising futures。これちょっと、どんな感じでしょうか。はい。で、こちらが、when will XG get to perform at Coachella? いつ XG はCoachellaでパフォーマンスできるのかっていう海外の方のコメントありますね。ああ、こちらの方は、they should be out of Coachella 2024 due to the radius close where artists can perform toclose to the festival day in April. Dアイドルはこのフェスがあるので、出る、一回ちょっとアウトするべきね。出なくていいみたいな感じで言ったらいいかな。だから、X is to win a cause 可能性あるよね。X 可能性あるよね。新しい学校も、88 Rising で出れる可能性あるよねって言ってる方もいます。これ6日前なのでね。で、88 Rising。はい。まあ、X ね。X も紅茶出るかもと思ったけど、ないか。来年に期待。はい。わかります。I think X should do Coachella. Rising will take them all idol. なるほどね。あ、わかりました。G アイドルか、XG をどっちか出すかみたいな感じなのかな。88 Rising のフューチャーズステージで。でもこの人は XG がやるべきですって言ってますね。この方、ラインナップ。注目は、個人的注目は、Japanese House, Lucifer, 88 Rising。これ88 Rising で XG の可能性あるよね。とりあえずこの名前を後出しで XG っていう感じで、先に88 Rising って言っといて、期待値上げさせておいて、2人
蓋を開ければ XC でしたとか、もしかしたらアイドルでしたとか、そういう感じなのかもしれないですね。XC はいつかこちら出るからね、ちなみに。はい、そうですね。もうすぐこちら発表らせるらしいですけど、まあ、ここら辺は、前ですかね。サマソニとかはどうなんだろうね、今年ね。はい、続きまして、まあ、こちらですね、返信して、You should invite XC though って書いて、こちらさんに XC 招待した方がいいですよとか書いてますね。No XC at Coachella、こちらに XC 出ないの。言ってる方多いですね。こちらのラインナップいいですね。日本勢も熱い。サマソニーさんは XC 見せてください。もしかしたらサマソニー8月ですけど、あるかもしれないですね。XC ね。はい。まあ、ここら辺同じかなと思いますけれども。まあ、この方も言ってます。XC は単体でこちら出てほしい。まあ、そうですね。可能性としては、この方言ってる通り、エイデイトライジングで出て、まあ、ありかな。でも、本当は単体で出たいと思う。サイモンさんも。ただただ、まあちょっと来年に期待ですねということで、もしかしたら先になんかもっとすごいことが起きちゃうかもしれないので、そう、まあ改めてだね、80'sとルセラフィムおめでとうございますということで、すごいと思いますよ、K-POP 勢で。で、初めてです、ボーイズグループ初登場となる、こちら初登場となったのが 80'sと、ちょっと歴史に刻まれたね、80'sの今回の今年、去年からの活躍は。はい、で、ルセラフィム、まあアメリカ市場での活躍はって言ったらいいかな、まあアルバム1位取ったり、ビルボ200でね。で、ルセラフィムということで。パーフェクトナイト大ヒットで。何やるんだろうね。アンフォーギブン。まあ、最初、そんなにまだ曲数は、アルバムとか出してるから、まああるのかということで。まあ、XC フルアルバムまだ出してないので、曲数的にも少ないし、10曲とかやるとなったらね。そうそうそう、曲的にまあギリギリになっちゃうのかなっていうところで。まあ、アルバム、フルアルバム出して今年、その後に来年とかにお声がかかれば、もう曲、やれる曲も豊富にたっぷりあって、一番いい形でこちらで出れるのかなと思って。まだミニアルバムしか出してないので、アルバム出てからに期待をして待ってればいいかなとは私思いました。ということでご視聴ありがとうございました。こちら2024年行く方いればぜひコメントくださいということで、以上コニーから XC とか、こちらの、ラインナップ見てみました。 Thank you for watching。 次回の動画でお会いしましょう。アンニョン、バイバーイ。